皆さん、デレステ版超猫祭が来ましたよ。皆さん、デレステ版超猫祭が来ましたよ。というわけで、まず最初に1日1回無料が来てますので、回しますか。ここはいつもと変わらず。さて、デレス版の超激レアダブル S レアは来るんでしょうか。あ、ユキさんいらっしゃい。デレス版超猫祭が来てますよ。それでは行きましょうか。ブンブン赤いブン太郎。さあ、あ、来たんじゃないの。誰、あ、森久保。あー、ダブった。ダブったな、おい。一人目のエスレアは これか。マグニミルツインテが大好きです。森久保がダブっちゃったか。じゃあもう一回、ブン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 先生。体罰は以上だ。スリアが3人もいますね。まあ、1人は確定としてね。うわー、セクシー。この子はもうダブったんだよね。大丈夫、まだもう10連いけるよ。それじゃあ最後の10連いきます。ブンブンブラックブンブン。これもぜや、いきますよ。はい、上にお前を天に返すのだ。お、誰、あのラグミミル、王子様と思われてるんですか。
すいません、ひなこちゃんが出た途端ラグミミルまで妄想癖が移ってしまいました。じゃあ今引き当てたひなこちゃんを見てみましょうか。こんな月の夜にはお祈りをして眠ろうっと。ライブがうまくいきますように。そして明日こそ王子様が迎えに来てくれますように。一番可愛いひなこを見せる頃はお願い。やっぱり妄想してますね。ラグミミルが王子様と生まれてたらまあ嬉しいんだけど、にゃんこ大戦争にもっと王子様っぽい人ならいるよ。例えばあの EX キャラのユウくんとかね。何気にアンズちゃんがいますね。よし。というわけで、デレステ版超猫祭シンデレラフェスでした。